メンタルを目から鍛える最新メソッド、メンタルビジョントレーニング。目と脳とパフォーマンスの関係とは、メンタルの状態を作っているのは脳です。そして目も脳の一部です。目を鍛えることで脳の最高司令塔といわれる前頭前野が活性化されます。前頭前野が活性化されると、感情のコントロールやコミュニケーション、状況判断、意思決定がしやすくなります。メンタルの強さとは、人が不安や緊張を感じるときは共通しています。答えはわからないときです。メンタルビジョンの中でメンタル強化の一つに視野を広げるトレーニングがあります。誰しも緊張しているときは視野が狭くなりますが、ポジティブな人はすぐに視野を広げ、次の一手を判断して行動するのが早いので、不快な時間を短くすることが上手です。このようにメンタルの強さは気の持ちようではなく、頭の使い方と行動習慣で作られます。メンタルビジョントレーニングは従来のビジョントレーニングにメンタルを頭の使い方で鍛えるという要素を加えたメソッドです。目に映った情報は脳で認識されて初めて見えたこととなり、さらに認識された内容を整理判断して体に指示を出します。一方でストレス対処の流れも同様に、ストレス情報を認識する、情報整理する、対処行動を取るといった情報処理が行われます。視野を広げる以外にもトレーニングメニューは300以上あり、メンタル脳を健康に維持するための睡眠や食事などのレクチャーも行っています。今から一つ問題を出します。左の図を見てください。矢印の方向から見た形は A、B、C のどれでしょうか。10秒以内にお答えください。正解は B です。ただいまの問題は視空間認知力を高めるトレーニングです。空間認知が鍛えられると、先を見通せる力、多角的に見る力、整理整頓する力が身につきます。メンタルビジョントレーニングに取り組むことで、できることを増やし、苦手なことに対する効果的な対処法を身につけられるので、成功体験が増え、快な時間を増やします。メンタルは目で鍛えることができる。